強強エンジニア社長の菅沢です今日は 5G について解説っていうシリーズで電波が体に悪いのか頭に悪いのかみたいなことをよく言われると思うんですがそれについて。 結論を言いたいと思いますなんかよくある噂話としてはまあ、なんか電子レンジの何倍のあれなんで怖いとかあと WHO がガンのリスクがあると発表してたみたいな話とかあともう国が何かを隠してるんじゃないかみたいな噂がよくありますでもう今日はもう結論を言います全然大丈夫ですネットの記事とかでそれでなんか PV を稼いでるでみんな怖がってる本当に意味ないと思ってますんでもう全然怖くないってことを今日説明したいと思いますじゃあなんで怖がってる人が多いのかっていうと電磁波とか電波についてよく分かってない人多い と思うんですよなんかすごい怖いものが出てるっていうことだと思うんですよねでも分かってみると全然簡単なことなんですよねなのでまず電磁波って何かっていうことを簡単に説明しますよ電磁波っていうのは、まあ、電気とか熱で必ず発生する波なんですこれは例えばサーモグラフィー に反応しますよね。あの熱が出てると赤くなりますよね。あれも電磁波なんですよ。だから熱が出るとそのパワーで電磁波が出てるんです。皆さんからあるいは電気つけますよね。電気ピッてつけたらそっからも電磁波出てるんです。つまり、あなたはもう元々電気とか熱とかから出てる。電磁波という中で生きてるんですよ。元々みんな。 まあそれはどういうものかっていうと要はパワーですね電気とか磁力とかのパワーが生まれた時にそれから出ちゃうのが電磁波なんですよだから必ず熱があるところとか電気があるところには電磁波が出てるんですねこれはなぜ出ちゃうのかっていうのは分かってないんですよ例えば音波と似ててこう音出すと出ちゃうじゃないですか音波がそれと似てるんですよ電気とか力が出,すが出ると電磁波が出ちゃうっていうこれは宇宙の法則なんですなんで思ったより身近なんですよ例えばこの光も電磁波なんですよ実は電磁波っていうのはそういう熱とか力が出た時に生じちゃう波 でもうそこら中に出てるんだっていうことをまず理解しましょうなんでどれだけ身近にあるかってことを簡単に説明するには電磁波がどういういいいいとととこころで出てくるかっていうことを知ればいいと思います今から僕が言うものは全部電磁波です電球とか太陽光も全般ですね光っていうのも電磁波なんですね電化製品も電磁波を発してますね 人間もも熱をを出出ししててるから電磁波を出してますでもう無線とかタクシーとかトランシーバーとかもうラジオとかテレビも全部電磁波を使って作られてるものなんですねで赤外線っていうやつも電磁波だしリモコンから出るやつですねあれも電磁波ですねでこたつから熱が出てるんでこたつも電磁波です携帯とか w i f i 電子レンジも電磁波を使ってます電球太陽光全般電化製品人間無線タクシートランシーバーラジオテレビえ赤外線リモコンこたつ携帯 w i f i 電子レンジ これ全部電磁波が出てるんですじゃあ電子レンジの仕組み何で温まるかっていうことも理解しておきましょう電子レンジっていうのは強い確かに電磁波を出してるんですねでそれどんぐらい強いかっつったら携帯が出す電磁波の200倍のパワーですよその仕組み温まる仕組みなんか細胞がどうとかとかってあるんですけど、まあ、要は料理が持つ中にある水分と近い振動を送ることでその水分が反応することで温まってるんですねつまりなんか電磁波がなんかパワーを持って何か攻撃するとかじゃなくて なんか水分に反応させて水分を振動させて温まってるっていうことなんですよでじゃあ電子レンジが危ないのって話なんですが電子レンジって実は w i f i と近いんですよじゃあ w i f i ってなんでできたかっていうとあの電子レンジが使う電磁波の周波帯っていうのがあるんですよその振動する速度ですね電子レンジで使ってるからこの周波帯をみんな自由に使っていいよっていうのがその周波帯の範囲なんですねそこの自由に使うのを自由に使う体系で使って作られたのが w i f i なんですよつまり w i f i と電子レンジは同じような電磁波を出してるんですね 強い出力で大きな力を出している、えー、電子レンジの200分の1の電気でピーンって当てているそんなに体に影響あると思います全然ないですよね全然ないですで電子レンジ浴びてますからね試しに皆さんこれ簡単にできる実験があるんですけど、えー、皆さんが使っているあの携帯で Wi-Fi にしてその Wi-Fi でネットを見ながら電子レンジつけてやってみてくださいそうすると、えー、携帯の Wi-Fi というのは弱くなりますネットが見れなくなります なぜなら電子レンジの,その電磁波と w i f i の電磁波がぶつかって w i f i が負けるんですよつまり何が言いたいかっていうともう電子レンジの近くにいる時点で w i f i より何十倍もって力を浴びてるんですねこの w i f i と同じような技術使ってるのが 5G とか 4G の,の電磁波なんですよなので w i f i も安全電子レンジもまあ近くにいても安全だったら 4G5G が危ないわけないじゃないですか、えー、次ですねあのよく言われるのが本当まことしやかに WHO ががんのリスクがあると発表したって言ってるんですね これは確かに発表されたんです。2B っていうランクですね。つまり携帯の回線っていうのは、えー、ガンのリスクが、まあ、あるかもしれないかもしれないぐらいのニュアンスんです。2B って。他に 2B のランクが付けられているもの。それは漬物とかコーヒーです。つまり WHO は携帯の電波は漬物とかコーヒーぐらい、癌のリスクがあるかもしれないかもしれないぐらいの発表しただけなんですよ。 次ですねじゃあ、えー、2B より危ないもの何か 2A ですねこれはがんへの影響が多少あるんじゃないかなと思えるみたいなニュアンスですねその 2A に当てはまる他のものは何かっていうともう65度以上の熱い飲み物とかあとお肉ですつまり携帯の電波っていうのはお肉より安全と言われているってことなんですその上に1っていうランクがありまして1はまあ多分がんへの影響があるってやつですね日焼けしたりする紫外線とかタバコとかです つまりタバコよりも紫外線よりもお肉よりも全然安全なのが携帯の電波ですよって言ってるんですね WHO は。次にですねアメリカの保健福祉省っていうところが実験したレポートもアップされてます。これはネズミに携帯の電波を当て続けたところがんになる確率が上がったっていう研究結果なんですね。 ただそれどんな実験したかというとネズミに2年間ですよ2年間毎日9時間10分おきに電波を当てた携帯のそれが携帯の基準とされるそれの一番高いやつですねだから携帯が出しうる一番高い電波を2年間毎日当て続けてたんですねそしたら当てなかったネズミに比べてがになる可能性が6%上がったっていうことなんですよでもそんなに一番強い電波を2年間毎日当てたらそれはなん,なんとかなるわみたいな話なんですよね そのじゃあ一番強いい電波っってててつ携帯が発信しんんだろうって僕調べたんですよ確かにそれがもう毎秒のように発信されてたら6%がんのリスクが2年後上がるかもしれないじゃないですか電波測定隊というネットサイトがあってそれを信用するならってことなんですが電話をかける時に一番強い電波を発信するんですね20マイクロワットっていう単位になってましたかけたあと一瞬ですね一瞬20マイクロワットバッと電波が出てで話してる時は0.2マイクロワットです ももうししてててない時こ置いいい置置るるででですすね置いてる時はマイクロワットたそんんだけっちちっゃいんですよつまりさっきのネズミの実験っていうのは一番もう20マイクロワットで一番強い力がかかるところをもう9時間ずっと当て続けたっていうことなんですねこの近くででも普段ってもう遠くに置いてるし電話かけるのも一日1回2回じゃないですかだからもうそんだけ過剰な電波を当てたらそれはなんかおかしくなるわっていうことなんですよ 逆に言うと普段浴びてる電波ってその何百分の1ですよということです最新の WHO から出たコメントも紹介します携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかっていうのを評価するためにこれまで20年以上にわたって多数の研究がされてきましたそれで今日まで携帯電話使用によって生じるとされるいかなる健康影響も確立されていませんっていう発表です国は何も隠してないんですよ、まあ、WHO や厚生労働省結構真面目に仕事してますので信じましょうで実際に身の回りでじゃあ 携帯すごい使ってる人がなんかかかにななったたとかありましたか全然ないですよね。なんで噂になるかって言ったらやっぱ科学者はなかなか断言しない人たちなんで可能性があるかもしれないかもしれない時は言えないかもしれないみたいな感じなんでなかなか断言しないんですよだから僕みたいなやつが断言するのが大事だと思ってますで目に見えなくて電磁波ってほんと怖がってる人多いんですけど電波も電磁波の一つなんですがさっき言った通り電波っていうのは電磁波っていうのは光も電磁波なんですよ目に見える電磁波を人は光って呼んでるんですよ だからパワーある時に全部発生する波っていうことを考えると電磁波っていうのが身近になるんじゃないかなというふうに思いますやっぱなんか新しい 5G が出てなんかすごいパワーでとか言われると怖くなりますよねただこの動画で少しでも電磁波っていうのがあんまり心配ないな電波っていうのは怖くないんだなってことが伝えればいいなというふうに思います電磁波っていうのは電波っていうのはなんか頭に悪いらしいよとか言ってくる人がいたらあの距離をとってくださいそういったことが言ってきた人にももうぜひこの動画を見せてあげてくださいはいということで今回は電波電磁波っていうのは全然体に悪くないよってことを説明しました ツヨツヨチャンネルでは全国のエンジニアの皆さんの役に立つ情報をどんどん配信していきますので是非チャンネル登録をお願いします。